さあ、それでは今週末に行われる中京のメイン金庫賞の調教ベスト3を競馬相手の高橋健二さんに伺ってまいります。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。高橋さん、まずその前に先週の振り返りから今週も行きたいと思いますけれども、はい、ディープインパクト記念、はい、ナノンザキットが3着に敗れたというレースになりましたね。そうですね、はい、私の選手の結果はご覧の通りの、はい、ひどい結果になってしまいました。はい、ダノンザキッド3着、うん、ワンデーモアも7着、大勢ドリーマー10着ということでしたけれども。そうですね、まあ、ちょっと、うんうん、あまりにちょっとダサすぎて、うん、出すのもちょっとはばかられるようなそういった結果になってしまいましたけれども、3着のダノンザキッドは、まあ、追い切りの大きからすれば、まあ、全然1位っていうのは良かったと思うんですけども、弥生賞自体がすごくちょっとこうペースが緩くなって瞬発力勝負になったので、うん、どちらかというとスプリント勝負というような側面があったレースだったと思うんですけども、うん、やっぱりそれを読み切って選んでたらこんな結果にはならなかったと思いますし、ダノンザキッドで安田調教師は課題が見つかったと、うん、でクラシックの本番でこれが出なくてよかったっていうことですから、ね、あ、そうですね、これはそのどうですか、テンションがちょっと高かったことだったりするんですかね。やっぱりレースではかなりペースも緩かったので多少行きたがる面はあったと思います、うん、ただちょっと直線スッと反応しきれなかったですよね、うんうん、あのあたりがやっぱりダノンザキッド陣営が言うちょっとこう緩さが残るっていうところなのかなというふうに僕自身は解釈して してますので、まあ皐月賞に向けてそのあたりをおそらく解消するような調教を施してくると思います、はい、なので、うん、そのあたりの調整過程っていうのもね注目しつつ、ダノンザキッドは皐月賞で、まあ、いい結果を出すような調整ができてるのかっていうようなね、そういったことをちょっと見守りながら、まあもう本当にねクラシックも近いんで、うん、そのあたりを考えながらね、うんうん、しっかり調教の方を見ていこうかなというふうに思っております。もともとその緩さっていうところもある馬ですから、1回使ってガラッと本番変わってくるっていうことも当然考えておいた方が良さそうですよね、まあ、全然あると思いますね、はいはい、まあ、そもそもですね、まあ、毎週出してる半路4波論とラスト1波論の自己ベスト、はい、ごめんなさい、これタイトルホルダーが実はラスト1波論、そうでしたね、出てましたよね、1位ですし、はい、4波論でも2位なんですよ、うんうんうん、これを毎週出しておきながらこれを生かせなかった僕なるほどなるほど、もう非常に申し訳ない、すいませんでした。いえ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 、ちょっと先週はね、ちょっと僕のなんかこうダメな部分がかなり出てしまいました。はい、もうちょっと狙いに行って滑るという、はい、なので今週はまあまあ今週もね、まあ、いろいろ考えましたけれども、はい、うん、ちゃんと追い切りの動きを見極めてしっかりこう判断するつもりですので、はい、今週もお付き合いください、うん、お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、では今週ですが金庫賞です。はい、イヤリングタクト三冠牝馬がね今年始動するということになりますけれども、まずデアリングタクトの過去のレースなんかもちょっと振り返っていただきながらということで、はいはい、高橋さん、去年の秋華賞、まあ、三冠がかかったレースでしたけれども完勝でした。あのレースは高橋さんどう見ましたか。相変わらずこの馬の身体能力の高さはもちろんなんですけども、はい、やっぱり気持ちの強さっていうのをすごく感じたレースでしたね。まあ、結構勝負どころからはね、デアリングタクトを目標に動いてくる馬もいっぱいいて、かなりこう圧力を受けるような状態だったんですけども、それでもそれを全て跳ね返して勝ち切ってるわけだ、うん、わけですから、はい、まあ、勝ち時計云々よりもやっぱりその走りの力強さと気持ちの強さっていうのを、まあ、すごく感じたレースだったというふうに思います。まあ、その走りは本当にね、まあ、次走のジャパンカップにももちろんつながって、うんうん、ジャパンカップでもね、そういった面は見せてくれましたし、うん、僕はもう本当に能力もそうなんですけども、やっぱ気持ちの強さがすごく気に入ってるんですよ、この馬が。ジャパンカップ、伝説のレースとなりました、三冠馬3頭の対決でしたけれども、その気持ちの強さっていうと、あそこで3着に上がってきたっていう、あの姿なんかは
ファンの皆さんもさすがだなって思った部分じゃないかなと思うんですけど、いかがでした？いや、本当そうですよ。あれは本当にあの気持ちの強い馬じゃないと3着には来れてなかったと思います。まあ、僕はね、あのカレンプーケドールから勝負してたんで、あのまあちょっとね、まあ、僕の馬券は残念になったんですけども、はい、ただもう、やっぱり上位さんとは強かったんで、うん、あのまあ、馬券はダメだったんですけども、馬券ダメであんなに納得したレースないっすね。そうですね。三冠馬3頭で決まるという。そうなんですよ。うん、本当にもう漫画のような展開になりましたもんね。はい、今年は10頭立てではあるんですけれども、はい、それでもね、G1 馬もいますし、海外での G1 を勝った馬もいますし、粒揃いというメンバーが揃いました。はい、まあ、デアリングタクトがこのベスト3に入ってくるのかというところも注目なんですけれども、今週も販路の4ハロンから見ていきたいと思います。はい、はい、自己ベスト4ハロンはこうなりました。はい。あ、はい、いいわ、里のフラッグが上がったんですね。ちょっと引いていただいていいですか？はい、ありがとうございます。はい、2位、奇跡51秒1、3位がサンレーポケット、うん、デアリングタクトはこの中には入っていないということなんですが、解説お願いします。はい、まず、里のフラッグの51秒0というのは、はい、今年、2021年の1月6日に出したタイムで、はい、まあ、アメリカンジョッキーズクラブカップ、11着に破った時の、うん、ちょっと前の追い切りですね、中間の追い切りが51秒0、はい、なので、あの、まあ、このレースはね、あの馬場も悪くて結果が出なかったんですけれども、うん、あの里のフラッグ自身は、あの販路の時計は更新してますし、自己ベストは、うんうん、なので、まあ、里のフラッグ自身は今、上り調子だなっていうのは、まあ、十分に言えると思います。で、奇跡の 2位の奇跡51秒1ですが、これは2020年の6月24日、まあ、宝塚記念2着時に出したタイムがこの51秒1という歩型になります。そうですね、まあ、あの奇跡は販路調教に切り替えてからすごくあの成績がね安定して、気象の方もね、まあ、すごくあのどっしりとしてきたようなところがあった時期でもありますので、うん、まあ、その調子の波にね、しっかりこう乗った時のタイムがこの51秒1だと思いますね。あと、まあ、サンレーポケット51秒8、ちょっと意外なところではこの馬がベスト3に入ってました。これはまあ2020年の8月19日、まあ、新潟記念3着の時だったんですけども、うん、これぐらいの速い時計がこの馬も出てます。結構ね、飛びが大きくて、あの販路ではね、そんなにこう時計が出るタイムには見えないんですけども、はい、ただまあ、あのこの馬の身体能力の高さっていうのはね、このベスト3のに入ってきたあたりでもね、まあ、十分示されているのかなという感じがしますね。うん、なるほど。はい、では続いて、ヒトファロンですね、はい。メンバーは変わってくるんでしょうか。こちらになります。はい、ギベオン、奇跡、ポタージェとナンボ、またここにもデアリングタクトが含まれていないということになります。そうですね。はい、ギベオンが意外なところで、はい、まあ、1位。まあ、1ハロン11秒6っていうのをマークしているんですけども、これは2019年9月22日、毎日洋館7着時の中間の時計ですね。はい。その時に11秒6というのを出してますが、時期的にはまあちょっと前の時計になります。はい。奇跡がここで、ここでもあの2位に入ってきましたね。はい。うん、これはあの2017年3月19日、うん、あの毎日杯3着の時なんですけれども、なるほど、クラシックの前ですね。うん、そうですね。なので、あの本当に若駒のフレッシュな時期に出した時計なので、まあ、ちょっと参考になるかどうかというのは、あ、まあ、微妙なところではあります。うん、で、まあ、ポタチェと次男坊が12秒1で並んでるんですけどもね、はい、ポタチェの12秒1は2020年の8月6日、これ、2勝クラス1着やった時の、タイムです。うん、で、まあ、次男坊の12秒1も2019年の2月20日で、あの2勝クラスの特別を勝った時の、ああ、まあ、タイムなので、うん、まあ、ちょっと、うん、どの馬もこのベストタイムというのは時間が経過した、うんうん、そういった時計にはなりますけども、はいはい、まあ、奇跡の身体能力の高さっていうのはね、まあ、このベスト3、2つからは垣間見えるかなという感じはしますけどね。はい、
ちょっとデアリングタクトの名前がここまでは出てないんですけれども、はい、ベスト3に当然出てくる可能性もあるんですが、はい、ホームハロンとヒトハロン見て、どんな印象ですか、はい、デアリングタクト、うん、そうですね、デアリングタクトに関して言えば販路の使い方の差だと思いますね。うんうんうん、デアリングタクトはどちらかというと今まではコース調教が中心で、はい、馬を仕上げてきた、まあ、そういった経緯があります、うんうん、で中間1周前2周前までをコースでビシッとやって販路はね最終追い切り最後さらっとっていう使い方しか今までしてないので、ベスト3の中にはどっちも入ってきてないんですが、うんうん、ただまあこんなもんだと思います。あんまりビシッとやってないですから、うん、おそらく販路を積極的に使ってビシッとこう時計を出せばもっと時計は出る馬だと思いますけれども、うんうん、この中には現状では入っていかない、今後ね、この馬の気象ですとか馬体ですとか、課題ですとかが見つかったところで調整を変えてくる可能性がありますので、うん、その時にベストタイムっていうのは、この3位ぐらいの中に入ってくる可能性はあると思いますけども、なるほど、現状はデアリングタクトの調整パターンではベストタイムの中には入りにくいということですね、うん、なるほど、分かりました。ではベスト3から見ていきたいと思います、はい、第3位です、はい、第3位は、はい、ちょっと迷いましたが里のフラッグにします、はい、里のフラッグですね、はいはい、うん、4ハロンでも上位に名が出てました。そう、身体能力の高さっていうのはこのメンバーの中でも、うん、十分に通用するものは持ってる馬だというふうなことは、それから証明されているというふうに思いますし、この51秒0っていうタイムがね、マークされているのが最近だということで、うん、この馬自身の状態が上がってるっていうことは、十分に時計の出方からも証明されていると思います。今週の動きが、内目を回ったとはいえまず時計が早い、うんうん、内目を回ったんですけども、ウッドコースとしては破格の時計が出ました、うん、非常にスピードの乗りが良くなってます、うん、ですし今週出て4ハロン800メートル49秒2ですか。そうですね、うん、49秒台、内目を回った分っていうのもあると思いますけども、それにしてもやっぱり早いですし、はい、かなり馬自身は上り調子だなっていうのを感じさせる動きだったというふうに思います。選手中とはね、本当にスピードの乗りも運命の差でしたし、うん、追ってからもね、非常にしっかりとこう反応していましたんで、うん、前走はね、ちょっとこうババに泣かされて、もう一つ結果は出ませんでした。なので、今週もね、ちょっとこう、うん、雨予報寄りの、うん、天気予報が気がかりではあるんですが、はい、おそらく出来自体は非常にいいので、しっかりこう、うんうん、前走からの反撃っていうのをね、ちょっと期待できる出来ではないかなというふうに思いますね。あと、その微妙な馬場状態をね、克服できるかどうかっていうのが一つポイントになってくるかもしれませんね。そうですね。今週の追い切りとかを見てても、やっぱり飛びとかがすごく綺麗で、はい、瞬発力に特化したタイプのやっぱり走りをしてるので、うん、やっぱりあまり馬場がね、悪くなりすぎるようだと、確かにちょっと割引かもわからないですけれども、うん、ただ追い切りの動きは抜群にいいということだけは言えると思います。なるほど。わかりました。続いて第2位です、はい、第2位はペルシアンナイトにしました。ここでペルシアンナイト、あえてここで今まで名前が上がってなかった馬を入れてきましたね。そうですね、この馬もデアリングタクトと一緒でコース調教が主なので、ハンドではそんなに積極的にね、時計を出してないんですよね、今まで。なるほど、なのでやっぱりベスト3には入ってこないんですけれども、はい、ただシーウッドコースでね、2周続けて追い切ったんですけども、動きは抜群にですね、相変わらず。そうですか。7歳馬なんですけれども、やっぱりそういう、衰えとか全く感じないどころか、若々しいですね、走り。うん、見ていただいたら分かるんですけども、特徴があるのはやっぱり前足なんですよ。前足がすごく高い位置まで上がるので、すごくそれがこの馬の推進力の良さにつながっているという印象です。体、それからね、前足の動きから、体をうまくこう連動させて、
ぐっとこうスピードに乗るのがこの馬の特徴なんですけれども、まあ本当に7歳馬とは思えない躍動感がありますし、うん、追っての反応も非常に、なので、そろそろね、まあ、もともとね、ちょっと調教は動くタイプなので、うん、まあ、上積みとかね、まあそういう面は、まあどうかなって思う部分はあるんですけども、はい、相変わらず調教ではよく見せますし、いつ実戦につながってもおかしくないなっていうような、うん、そういったイメージはありますので、ちょっと今回あたり人気がないんでね。ないですね、たぶんおそらくね。気楽な立場で乗ってもらえれば、うん、ちょっとあっと言わせるシーンがあるんじゃないかなと、個人的には思ってます。言うてもね、有馬記念そんな負けてないですからね。そうですね、三馬身半差の7着ってそんな差ないですよね。そんな差はないですね。まあ、去年も札幌記念、まあ、2着とか来て、まあ、現在ぶりをアピールしてくれましたし、まあ、穴っぽい一頭ではあるんですけれども、ただまあ、調教の動きは相変わらず抜群にいいなという。ああ、なるほど。もう一花という意味では、ちょっと人気もなさそうな感じもしますし、馬券にも面白い一頭になってきそうですね。2位のペルシアンナイトでした。はい、さあ、まだ注目のマデアリングタクト出ていませんが、第1位です。はい、第1位はデアリングタクトにしました。はい。やはり。でも動きも良かったという評価ですかね。そうですね、はい、まあ、いつも通りの調整といえば調整だと思います。中間はずっとコースで乗ってきて、まあ、最終追いはハンドでさらっと、まあ、今までのパターンを踏襲した、まあ、そういった追い切りをしてきました。で、まあ、選手が合わせ馬だったんですよね、うん、その合わせ馬の時に、まあ、ちょっとこう前の馬にすっとこう追いつけなかったという面がありましたので、うん、多少こう、第一印象ではあれっていう思うようなところはあったんですけれども、うん、ただまあ、そうですね、まあ、ジョッキーはね、左に持たれるようなところがあったって言ったんですけども、はい、まあ僕が見る限りではちょっとそれ分かりづらいんですよね。うんうん、分かりづらかったんですけども、まあ言われてみればちょっと2回ほど軽くつんのめるようなところがあったので、うん、まあバランスという意味では、まあ一周前の追い切りでは、まあ、抜群とは言えなかったと思います。はい、ただ、やっぱりここで一周前の時点で合わせ馬をしたことによって、やっぱりデアリングタクトはレースが近づいてくることを近づいていることを察知して、はい、うん、ちょっとこう、馬にスイッチが入ったと思うんですよね。うん、なので、今週の販路の追い切りがすごく良かったというふうに僕は思うんですけども、はい、実は、デアリングタクトは、ハンド4ハロン、1ハロン、ベスト3の中には、まあ、1回も入ってなかったんですけども、ええ、ただ今週の追い切りの12秒2というのは、デアリングタクト自身の1ハロンベストタイムだったんですよ。だから一番最後の200メートルで一番速いタイムを出していると。そう、今までで一番速いタイムを出したのが今週です。はあ、はい、今までのデアリングタクトのその最終追い切りの、ハンドの最終追い切りを振り返ると、大体12秒台中盤から、まあ、後半あたりでさらっと流すような、そういった追い切りが多かったんですけども、はい、今週はほぼ何もしなくても、ぐっとスピードに乗って、この12秒2っていうタイムが出てます。うんうん、これはデアリングタクトのスイッチがレースに向けてきっちり入って、なおかつ体も動ける仕上がりになっているという何よりの証明だというふうに思います。で、海外遠征がまあ大目標ではあるんですけども、はい、もし力を出せるだけの仕上がりで出るというふうに思いますので、まあ、その仕上げ等のバランスを含め、デアリングタクトを1位にさせていただきます。はい、今回牝馬の今年の指導戦ということになりますので、うん、本当にね、注目が集まっております。まあ、さあでは番外編、他に気になる、はい、挙げておきたい馬などいますでしょうか。はい、グローリーベイズもね、うん、本当はちょっとサットのフラッグと3位迷うぐらい、今週の動きが良かったというふうに思います。今週はすごく楽に動けてました。はい、うん、時計はね、まあ、ちょっと外目を回ったんで、サットのフラッグほどは速くはないんですけども、いい時のこの馬の動きっていうのは十分にこう戻ってきたかなという感じがします。それでも51秒24ハロン、最後の一ハロンも12秒4にまとめてきてますし、高さん、結構グローリーベイズという馬はお好きでと伺
か注目されることが多いですけれども。そうですね。ええ、まあ、そうですね。まあ、宝塚記念の時でもほんまにしちゃいましたけどね。うん、はい。でもまあまあまあ、今回はすごく、うん、いい状態で、うんうん、臨めるんじゃないかなというふうに思います。なるほど。あのしっかりこう間に合わせてきたという印象です。十分に馬券圏内に入ることもありそうだという評価ですね。はい、続きましてどうですか。まだそうですね、あのまあやっぱり奇跡あたりは触れておいた方がいいのかなっていう。奇跡も確かにね、名前も上がってましたね、ヨンハロンでもね。はい、はい、ヒトハロン、まあ、今回辻の厩舎に研究してね、はい、まあ、うん、研究初戦ということになるんですけども、まあおそらくあの、まあ、環境にもすぐに慣れて、うんうん、あのすごくあの馬自身も落ち着いてる感じで、うん、調教もやりたいことがしっかりやれてるという印象です。まあ、1週前コースで、まあ、今週はハンドだったんですけども、うん、まあそんなにね、以前ほどスパッと切れる感じはないんですよね、うんうん、ワンペースで走ってるというか、まあ、いい意味で、いい意味でも悪い意味でも、ワンペースで走ってる感じで、うん、少しこうメリハリはかけるかなっていうようなところがあるので、まあ、今やったらあの2000メートルより僕は長い距離の方が実はこの馬の良さが出るんじゃないかなというふうには思うんですけども、はい、うん、ただまあ相変わらずね、馬体なんかはすごく重厚感があってたくましいですし、うんうん、まあ、歴戦の小馬だなっていうようなそういった雰囲気は出しているので、うんうん、そのあたり、まあ、順調は順調だと思います。なるほど、という評価でした。はい、あと勢いのある4連勝中ですね、ポタジェという馬なんですが、重賞のこのメンバー相手にどうでしょう、通用できそうな動き状態にあるかどうか。そうですね、まあ、まあ、使いながら最近は体が増えていってるので、はい、今まさにあのこの馬が成長期なんじゃないかなっていうふうに思います。うんうん、調教過程としても、まあ、1週前シウコでやった時の動きも非常に良かったですし、はい、まあ、今週は芝コースでさらっとっていう感じだったんですけども、この1週前追い切りでほぼほぼ仕上がったんじゃないかなというふうに思いますね。うん、うん、あのおそらく今のこの馬だったらパドックでこれだけのメンバーと横並びになってもそれほど見劣りしないぐらいの完成度にまでなってきてるというふうに思いますし、うん、抜群にいいというふうまでには僕は思わなかったですけども、うん、調整過程としてはあの非常に順調に来てるなというふうに思います。まあ、ここが試金石の一戦ですね。まあ、ここである程度こう結果を残せるようだったら今後は期待できる、まあ、そういった位置づけの馬だなというふうに思います。ちょっとあの金庫賞でね、見てみると結構こう固めに決まることもあったりしますけれども、強い馬が強い勝ち方をするサートルナーリアだったりね、スワーブリチャードだったりっていうところもありますけれども、今週もまた強い馬が強い競馬をっていうような期待感はどうでしょうか、高橋さんの中では。そうですね、あのもちろん強い馬が強い競馬をっていうのは僕も期待するところなんですけれども、けれどもちょっと大天気がね、あそこですかね、天気が今ちょっと、これ収録してる時もね、そっと雨降ってますし、うん、あの中京の馬場状態も、はい、まあ、開幕ということで、ちょっと馬場状態もまだ掴みきれていないので、うん、ちょっとこう幅広い対応力が馬には要求されるのかなというところで、うん、まあ、ちょっとこう一周、土曜日の競馬を見てね、ちょっと判断したいところもありますけれども、まあそうですね。結構総合力が求められるのかなとは思ってます。なるほど、また考えなきゃいけない要素が増えましたが、今週もね楽しんでやっていきたいと思います。 K バイトの高橋健二さんでした。高橋さん、ありがとうございました。ありがとうございました。